逃げられませんよ。これまで手荒な真似をしなかったのは紋章師の力を警戒していたからなのですが、今は状況が違います。あなたはここで死ぬのです。ここまで共に旅をしてきた大切な紋章師たちの力によって、マリス、みんな指輪を取り戻さないと。ダメだ神竜様、時水晶を失い指輪も持たぬ僕たちに勝ち目はない。紋章師たちの力がどれほど強いか君が一番分かっているはずだ。ひとまず向こうに見えるあの場所、あそこまで引けば奴らを負けるかもしれない。渡すから。まあ素敵、今なら指輪を取り戻せるかもしれません。そうはさせませんよ。そんな、指輪がベイルの元に簡単に渡すわけありません。せいぜい無力なままあがきなさい。しぶとい虫けらども、やはり異形兵だけでは力不足でしたか。しくよ、行きなさい。拝命いたしました。必ずや奴らを仕留めましょう。この僕の餌食になるのはどいつかな。仕置きをする側は慣れてねえが、ベイル様のご命令なら喜ぶ。我々にお任せくださいな。奴らを逃がしはしませんわ。あの手が来るようですな。追いつかれる前に急ぎましょう。道を塞がれてしまいました。一体どうしたら。見つけたわ、神竜様の軍。よかった、今なら間に合いそうに。アイリー様、安心するのは時期尚早じゃ。見よ、あの絵巻に書いたような四面楚歌を。都市空間とはまさにこのこと。早くこの指輪を渡さねば。アイビー様、ゼルコバどうだった。すみません、邪竜の娘に奪われた指輪を取り戻すことは不可能でした。ですが代わりにこれを。おお、綺麗な水晶じゃな。そちらの指輪に加え、こちらの手土産もかなりの助けになるかと。そうね、急ぎましょう。神竜様。アイビー王女、どうしてここに。お父様を説得したいと思った、もう一度。けれど着いた時には何もかもが手遅れだった。せめてこれをあなたに渡したくて。大教会から紋章師の指輪を取り戻してきたわ。時間がなくて二つだけなのだけれど、草原の皇女の指輪と聖王女の指輪よ。いいのですか。それでは私の側に組みしてしまうことに。祖国に弓を引くことになろうとも、私はあなたと共に戦いたい。この国のための、死んだお父様のために。今すべきことはあなたのそばで戦うことよ。これまでの償いになるとは思わないけれど、許されるのなら同行させてくれないかしら。わかりました、ありがとうございます。草原の皇女の指輪、
林蔵の形見はアイビー王女に託します。吹き渡れ烈火のエンブレム。私はリンディス。リンと呼んで。さあ、共に戦いましょう。燃え上がれ！覚醒のエンブレム！私はルキナです。ルキナ。私は英雄王ではありません。その代わりにもなれません。ですがあなたの力になりたい。深淵に沈んだ者たちの希望の光となりたい。今は逃げるしかなくても、この撤退はいつか希望につながります。さあ私とエンゲージしてください。神竜様、土産はもう一つあります。これは竜の時水晶。闇に紛れ拝借してきました。奪われた指輪ではなく気が咎めますが、戦況打開の一助となれば幸いです。ありがとうございます。エンブレム、エンゲージ。絶望なんてしない。行きます。手を貸そう。短期決戦。気にはさせません。ここまで来ればなんとか切り抜けられそうですね。こっちよ。森に身を隠しながら進めるわ。このままソルム王国に向かいましょう。妹を残してきたのが気がかりだけれど、この国にはもういられないわ。イルシオンに置いていくものが多すぎます。父上、今は辛いが耐えるんだ。ここで戻っては本当に全てを失ってしまう。道案内をするわ。ついてきて。マルス、みんなごめんなさい。取り逃がしましたか。まさかアイビーが暗躍するとは。奪われた指輪は大教会にあった聖王女の指輪と草原の公女の指輪、痛手ではありますが、神竜が集めた指輪は全てこちらの手中。これからゆっくりと殺してあげますよ。仲間も民も、そしてその心も何もかも。ここまで来れば大丈夫よ。追っても、もう来ていないみたい。ベイルがまさか
邪竜の娘だったなんて、指輪を奪われてしまうだなんて、こうなってしまったのは私のせいです。みんなごめんなさい。君のせいじゃない。あの場では誰もどうしようもなかった。謝るべきは私だ。父親を失った怒りで神竜様に戦わせてくれと頼んでしまった。僕も父上を置いていきたくないとそう言ってしまったから。亡骸に執着して神竜様の判断を鈍らせたの。それは愚かな選択だわ。あなたがそれを言うんですか。元はといえばあなたが足止めをしなければ。やめてください。仲間割れは。仲間？僕はそう思えません。こいつさえいなければ間に合ったかもしれない。父上は死なずに済んだかもしれないのに。スタルーク。アイビー王女が儀式を教えてくれなければ私たちは大教会にたどり着けなかった。父上は今も望まぬ姿で剣を振るっていた。そうだろう、スタルーク。兄上は悔しくないんですか。こいつのせいで父上は死んだようなものなのに。父の仇はハイヤシンソーだ。そして彼も邪竜の手によって死んだ。ハイヤシンソーは亡骸すら残らなかったんだ。やめましょう。これ以上争ってももう何にもなりません。すまない。アイビー王女、弟の非礼を許してくれ。いえ、こちらこそ父を止められなかったこと謝罪するわ。僕はまだそこまで割り切れません。父上にもう会えないんですよ。ブロディアにあった指輪だってもう二度と。確かに私たちは多くの犠牲を払ってしまいましたけれど、紋章師たちは死んだわけでも決して戻らないわけでもありません。いつか取り戻せる。私はそう信じています。神竜様。その通りよ。それに全員いなくなったわけじゃないわ。私たちのことを忘れていただいては困りますね。リン、ルキナ、今まで一緒だった紋章師とは違うかもしれないけど、私たちだって強いのよ。このまま終わるのが運命だとは思いません。奪われても逃げても負けたわけではないのですから。逃げても負けではない。でも私は母さんに逃げないでと言われました。みんなを守る神竜として逃げてはダメだと。撤退は逃げることとは違うわ。本当に逃げることは諦めること。諦めること。あなたはここまで逃げなかったのね。母の教えを守り戦った、立派なことよ。でも残って戦うことだけが、堅くなに動かないことだけがみんなを守る道ではないって、そう思う。ルミエルさんはこれからの時間の中でそう教えたかったのだと思います。でも残念ながらそうするだけの時間は残されていなかった。マルスもあの時そう言いたかったのでしょうか。はい、きっと。そうですか。私は思い違いをしていたようですね。奪われても逃げても負けたわけではない。それならばこの撤退を勝利につなげます。私は神竜としてもっと強くなります。今度は必ずみんなを守れるように。もう誰一人として失わない。そして共に戦った仲間を必ず取り戻してみせる。ついてきてくれますか、みんな。
ああ、もちろんさ。いつかこの盤面を覆してやろう。このままで終わる気はない。失ったものは取り戻すまでだ。こんな時でも希望を見せてくれるんですね。うつむいている暇もないぐらい。力になるわ。私でもあなたの役に立てるのなら。ありがとうございます。行きましょう、ソルム王国へ。みんながいてくれるなら私に恐れるものはありません。